山ちゃんはスカイリムの土地を散歩していたら、道中に護衛をつけた高級食材を発見した。行こう、もう休みはなしだ。ソリチュードにたどり着かないと。どうしてこんな帝国の遥か端っこまで結婚式に行ったりするわけ？どうやら彼らは結婚式のためにソリチュードへ向かっているようだ。皇帝のいとこである伝説のジャガイモが結婚するため、高級な品々を送ることで気に入られ輸入取引を成功させ、あわよくば皇帝へのお目通りが叶うかもしれないという妄想を抱いています。そしてこの貧弱そうな護衛は、あの有名なマリオの弟ルイージである。ん？邪魔するな。高価な贈り物を揃えて遠路はるばるやってきたんだ。礼儀正しくすれば良いものを。山ちゃんはこの高級食材が持っている贈り物をいただくことにした。なんだと？待て、衛兵、助けてくれ。今のはなんだ？助けてくれ。立ち向かってくる貧弱なルイージを山ちゃんは収穫した。衛兵のルイージが討ち取られた今、彼らにもう救いはありません。奪いし者の役目をしっかり果たしましょう。ここに来るべきじゃなかったな。なんでそんなことするの？何やってんのよ。手を触れないで。ちなみにこの高級食材たちを攻撃しても犯罪にならず、序盤から遭遇できるため哀れな被害者なのだ。容赦なく奪い取ろう。